はい、皆さんこんにちは、榊敦史です、日曜日のね、もうね、4時過ぎましたね。もう早く帰りたいんですけどね、まあもうちょっと仕事しようかなと思って、中国のお話で、すみません、顔ばっかり触って、かいんですよ、本当に知らんけど。あのね、昨日ね、眼科の先生が来はったんです、ここにね。それでね、まあ別の用事来はったんです、当然別の用事来はって、いろんな話をしててですね、先生、僕最近ね、外を歩いたらね、涙が出てしゃあないんですよ、これって花粉症ですかって聞いたら、かゆいですかって、赤く腫れますかって聞かれたから、いやそれはないですねって、涙だけですって言ったら、あ、それはね、管が詰まってるんですって言われて、管って何ですかって聞いたら、目とね、鼻の間にね、管があるんですって。だから目にね、なんかこう、目薬入れたらその匂いが鼻に行くでしょうみたいな。そんなことあったかなと思って。もともと俺は詰まってるのかと思ったんですけど、それがね、詰まってるとね、目から出た涙がね、こう、そこに流れていかへんからね、あれですね、どんどん外に出てくるから涙出るんですよって言われて、先生それ治らへんのですかって言ったら、治す方法は一応ありますって、そこになんか突っ込むんですって、なんか針みたいなの。ほんで3週間ぐらい経ったら抜くんですって、先生それ痛いんですかって聞いたら、突っ込むとき痛いですって言われて、いやいやそんなせえへんせえへん、もらったら涙拭くわ毎日毎日と思って、そんな痛いこと嫌ですやん、こんなとこ見られなくて。まあそれはええわ、すいません、別の話もしましたね。あれですね、中国の話でございまして、今ですね、中国はどうなっているかというか、私がね見てる限りどうなっているかというと、もうその一人も発生してないというものになってますね。発生してるのは全部外国から帰ってきはった人やということになってて、そんな絶対そんなことないやんと思うでしょ皆さん、僕も思ってますけど、世界中そう思ってるんですよ。これで、困ってる国、イタリアとかに対して医療支援団っていうのを派遣してるわけですよ。で、何でも僕らノウハウありますから何でも助けますよって言ってるんですけど、これでまあそれぐらいやったらまだええんですけど、ええやん助けたったらええやんって余裕あるんやったららしいなと思うんですけど、そもそもはね、アメリカやとかね、イタリアやとか言い始めたんですね。アホ界なの世界ですよね。で、アメリカが怒ってですね、何言うてんねんっていう話になって、すいません、顔ばかりさんって、何言うてんねんっていう話になって、言われてるのがね、あれですね、放火犯が消防士のふりをするって言われてるんですね。もうこれ受けますよね。おお、確かにそうか、火つけた後で消防士になって。まあ、日本にはマッチポンプという言い方ありますけど、まあそれやんみたいな。その前なんとかせえよと思うんですけど、で、まあそういうことをね、言い出してね、なんと言いましょうね、何の得があんやろうなというふうに思いますよね。で、南シナ海で、アメリカの飛行機に対して軍事レーダーを照射したとかっていう話もありますしね。まあそれはね、統制が取れてへんからそうなったんやとかいうこともありますけども、そういうことをね、やったりとかしたり、大元はアメリカやとかイタリアやとかで言うてみたところで、何の得があるのかなと思うんですよね。で、トランプさん怒ってますよね、むちゃくちゃ怒ってますよね。トランプ怒らして何の得あるんですか、中国さんというふうに思う。怒らさんようにしたらええやんって、別に萎縮せえとは言いませんよ。萎縮せえとは言いませんけど、それアメリカが原因やんとかって言うたら、そう怒るやん、そんなアメリカ。そんなね、誰もがね、世界中はね、こう、それはほんまちゃうやろみたいなことわざわざ言わんかってええやんと思うんですよね。将棋ってありますでしょ、羽生さんがいる将棋で、最近は元若いなんとか君がいますけど、その将棋という世界にはね、3手の読みってあるんですよ。僕将棋強いわけじゃないですよ、インチキ初段ぐらいですよ。で、3手の読みってあってね、自分がこう指したら次に相手がこう来るやろうから、そうしたら自分はその時こうしようって、これは 1,2,3 の3手の読みっていうんですけど、これ超基本で、初心者に教えるんですよ。教えるというか、初心者が学ぶんですよ。そういうふうに考えるんやで、って言って。
あ、じゃあ僕がこう言ったらって、お前こう行くやろって、さあ仕事こう、今度こう行くって、そう、俺はそう考えてんねんって、君はどう考えんねんみたいな、自分が指すときにね、じゃあ僕がこう言ったら相手はこう行くから、じゃあその時は、その時はこうしようって、それ3手なんですよ。これはだから一番のアマチュアが最低限やらなきゃいけない読みなんですね。でプロは持ってありますよ。もうプロは30点40点読むんですよ。バーッと、それもほんの一瞬で僕らできませんよ。で僕がどれくらい読むかってどうでしょうね、5手ぐらいは読みますかね。こうやって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 、でそれも一筋だけこうなったらええやんと思いながらやるんです。大概外れるんですけどね、だから弱いんですけど、一筋だけ、一つの流れだけね。でも将棋なんてそんなもんヒャーっていっぱい流れがあって、コンピューターがそれを早く読むから、今コンピューターが一番強いんですよ。まあそれは置いといて、それはいいんですけど、外交もね同じなんですよ。こういうことをしたら相手はこう来るやろと、そうしたら自分はこうしようって、3手ぐらい読めよお前っていう世界なのね。それをね、これアメリカが悪いんやんとかって言うたら、アメリカ反発するやん。その次自分らどうすんのって、3手目読んでへんやん自分らのっていう話でしょ。だからこうなんていうか、こうほんまに単純な話、相手の悪口言うたれっていう世界なんですね。アメリカが悪いって言うたらアメリカが悪なると思ってるんです。 あまりにもそれね、幼稚です。あまりにも僕の世界でもあるんですけど、榊の悪口いっぱい言うたったらええねんって、榊がこうやこうやって言うたったらええねんって言って やってはる人いるんですけど、あまりにも幼稚なんですね。だからそれで私が悪者やってるから全然そんなことない。むしろ助かってるっていうところがあって、僕の名前を広めてくれてるっていうわけです。それと同じでね、あまりにもね、そのアメリカのせいやって、アメリカが持ってきたんやとかで言うたら、そうなるんかと思ってるわけですね。我が隣国もそうですよね。日本が悪い日本が悪いって言ったら、その日本が悪くなるんかと思ったら、全然その反対になってるわけですよね。むしろ自分たちの評判の方を落としてるという、彼らの言ってることは真に受けられんねという世界になってるわけですね。もうなんでね、そういうね、こう大人げないというか、たった3手の読みさえできない状態になってるかというと、やっぱり分かってないんですよ。つまり言論の自由がある国とない国との違いなんですね。中国というのは言論の自由がない国でしょう。そうしたら悪口言われたら言われっぱなしで、例えば中国のこう中の気に入らんやつがおったらね、そういう人の悪口がガーって言うたらもうその通りになるでしょう。で国際社会でもそうやと思ってるんですね、あの人たちね。そうとしか考えられないですよ。我々には言論の自由があって、反発することもできるわけであって、悪いこと言われたらそれはちゃうよって理論的に返すこともできるわけですよね。中国の風土っていうのはそれができない、風土っていうか、まあ体制はそれできないわけですね。まあ我が隣国もそうですよね。こと日本に関しては、日本を擁護するという言論はありえないわけですよね。だから言いっぱなしの方がええと言っといて、言いっぱなしとか言う、何でも言うたら本物勝ちやというところがあるでしょう。でそれでガン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 言うたら日本が貶められていくというふうに考えてるわけですよね。非常に単純な発想で、なんでその3手の読みが3手の読みすらできてないのかなと思う。不思議でしゃあないんですけども、その不思議を解き明かすのは言論の自由、発想の自由、心の自由ですね。それを理解していない、まあその共産党が決めたらその通りやという話ですね。今も現状そうじゃないですか。共産党がもうこれは終わったって言ったらもう終わってるでしょ。ほんまかどうか知りませんよ、それは。それは知りませんよ、そんな。ほんまに、ほんまそんな、共産党が決めたら終わりやっていうことだったら、何でも決められるやんっていう世界なんですね。自然はそうはいきませんよ、と僕は思ってるんでね。終わったと言いながら、実は終わってなくって、実は終わってないっていうことがそのうち露見するんちゃうんかな、と。いう気はしてるんですね。だからね、ものすごくね、このね、思い込みが激しいというか、その間違った、ね、価値観でね、そういう戦略を立ててね、もう自分らの国の中でやってる分にはいいんですよ、別に。もう関係ないやんって、僕らにとって一言やんって、ね、何でもかんでもやってんなって、それで犠牲になるのはお国の方々でしょうと。そんな関係ないと思うんですけど、巻き込むなよって話ですね、こっちもね。僕らは君らとちゃうんやからね、同じ価値観でね、同じようなね、こう仕掛けをせんといてっていう、
もうあのしんどいだけやないからほんまにってそんな言われても、もうでアメリカを怒らせたらあかんよっていう世界ですよね。あの萎縮せえとは言いませんけどね、無駄に怒らすことないですよ。あんたもそんな怒らせてアメリカを怒らせていくこと何もないですよ。アメリカ以外の国にとってはあんな強い怖い国やのにね。と最近のニュースを見ながら思ってしまいましたというお話です。はい、皆さんどうもありがとうございました。